セオ、エプスタインセオ・レイサン・エプスタインは、メジャーリーグベースボールに携わる、実業家、ニューヨーク市出身。現在は、MLB 機構の相談役を務める。2002年から2011年までは、ボストン・レッドソックスのゼネラルマネージャー、副社長として、バンビーノの呪い、シカゴ・カブスの副社長として、ビリー・ゴードの呪いの両方を解いたことで広く知られる。 祖父のフィリップ・エプスタインと王子にあたるジュリアス・エプスタインは映画カサブランカの脚本でアカデミー賞を受賞している。また、父親のレスリー・エプスタインはボストン大学で美術を教えている。イエール大学でアメリカ研究を専攻。学生時代にボルティモア・オリオールズの PR 部門で研修の経験がある。卒業後サンディエゴ・パドレスの PR 部門に就職。 ベースボールオペレーションのディレクターに昇格する。パドレス時代にサンディエゴ大学ロースクールを終了、1999年にカリフォルニア州弁護士となる。2002年にジョン・ w ヘンリーがボストン・レッドソックスを買収し、エプスタインの元上司であるラリー・ルキーノ CEO に任命する。同年シーズン終了後にメジャー史上最年少の十八歳で、 レッドソックスのゼネラルマネージャーに就任するがあまりの若さに周囲からはまだおむつがいるなどしばしば陰口を叩かれた。ヘンリー・ルキーのエプスタイン体制の下でレッドソックスは客観的データに基づく統計学であるセーバーメトリックスを重視する方針を打ち出しセーバーメトリックスの生みの親であるビル・ジェームズをアドバイザーとして招聘する。この結果2003年には メジャーチーム最高得点を叩き出し、チーム長打率4割8分9輪は、ブロンクス・ボンバーズと恐れられた1927年のヤンキース打線を上回る結果となった。2004年のシーズン中には、チームの人気者であったノマーガルシア・パーラ遊撃手を放出してまで守備力、総塁力の強化に力を入れ、周囲から大変な非難を浴びた。しかし、 結果的にはこのトレードで獲得した、オルランド・カブレラ遊撃手、ダグ・ミント・ケビッチ一類手、デーブ・ロバーツ外イア手は、球団史上86年ぶりとなる2004年のワールドシリーズ優勝に大きく貢献した。この成果からボストンでは一躍人気者となった。ハリウッド俳優ばりのオルクスと工学歴から地元では女性人気が高い。そのあまりの人気に、 大手ドーナツチェーンのダンキンドーナツが目をつけ、ジョニー・デーモンと共に CM 出演も果たしている。2005年10月に球団幹部との確室からレッドソックスの GM を辞任。1年間は休養に当てたいとコメントしてチームを一時は慣れていたが、2006年1月24日に和解し、再び GM に復帰。また、球団副社長に就任した。 2007年1月に結婚。2011年10月12日、契約を1年残したままレッドソックスの GM を退任。新たに5年契約でシカゴカブスの球団副社長に就任した。2016年のワールドシリーズで自身3度目のワールドシリーズ優勝後、11月に発表されたスポーティングニュースによる MLB の歴史で最も重要な40人で40位に。 選出された。2017年3月、アメリカの雑誌、ポーチュンが選ぶ、世界で最も偉大なリーダーで1位に輝いた。2021年1月、MLB 機構の競技部門の相談役に就任し、分析担当者と共にルールを変更した場合の、影響を判断する役目を担うことが発表された。ドラフトなどによる、マイナー組織の充実、育成を基本とするが、 一方でリスクを承知で、大物の獲得に動くこともある。トレード拒否権を持つカートシリングを、ダイヤモンドバックスからトレードで獲得する際には、シリングの自宅に出向いて交渉し、トレード拒否権を破棄させたこともある。FA による、長期契約はさほど好まず、4年、長くても5年が限度。当主は三振の奪える、本格派を好む傾向があり、野手は、 出塁率が高い選手を好む。ありがとうございます。